皆さんこんにちは。ゲーム実況者の達也です。いつも動画を見てくれている方、本当にありがとうございます。本日からですね、新企画を投稿いたします。で、どんな動画かっていうと、毎週の、YouTube 動画のチャンネル登録者数であったり、動画の推移、あとはですね、気になるアナリティクスですね、分析の結果だったりとか、そういった YouTube の動画投稿の、裏側というか実情ですねを大公開しちゃいたいなと思います。で、毎週日曜日に投稿予定なので、チャンネル登録をして楽しみにしていただければと思います。では早速、こちらのダッシュボードの方から説明していきたいなと思います。で、このダッシュボードで分かることっていうと、まずここですね、一番最新の動画のパフォーマンスがどうだったのか。で、今ここちょうど最初の13分って書いてあるんですけど、まだ土底編 YouTuber なので視聴回数1回ですこの動画を通じて、こういったところがね、なんかどれだけ増えてるなとかっていうのも一緒にこう感じ取れていったら、楽しいんじゃないかなと思って動画を始めてます。で、ここの部分で、あとは平均視聴時間だったりとか、インプレッションのクリック率みたいなところを見ることもできます。で、これが実際何なのかっていうとですね、この左にアナリティクスっていうのがありまして、視聴回数ですね、僕はあの先月の、11月12だったかな、そうですね、12からですね、から動画投稿を始めていて、約1ヶ月で今、全体の動画の視聴回数で1168回となってます。本当にありがたいですねで、実際のじゃあクリック数、視聴回数とは別にどれだけの時間が再生されたのかっていうところがすごく大事な指標になってます。それがこちらの総再生時間ですね。なので僕今までですね、合計で確か30本以上ぐらい動画を、投稿していて、1本あたりだいたい30分ぐらいの動画になっているので、81.6 時間分が、再生されたっていう形になってます。なのでですね、視聴回数がどれだけどれだけですね、回っている動画でも総再生時間が短いと、YouTube っていうのは評価されないっていうシステムになってます。で、分かりやすい例えで言うと、 YouTube の収益化っていうのがチャンネル登録者1000人からっていうのは結構皆さん一般的に知られてるんですけど、それとは別にもう一つ条件がありまして、直近12ヶ月の動画の再生時間が4000時間を超えてないとダメなんですね。なので、こう動画を、チャンネル登録者数が多いチャンネルを、例えばですね、メルカリ売ってるかどうか分かんないですけど、そういうの買って動画投稿すればすぐ収益化できるじゃないのみたいなことを考える方いらっしゃるんですけど、実際はちゃんとそれだけ皆さんに見ていただいて評価されてるものじゃないと収益化までたどり着くのは難しいっていう形になってます。で、今現在の僕のチャンネル登録者数が70人ですね。いやー嬉しいです。1ヶ月未満っていうのもあるんですけど、これだけ登録していただけると思っていなかったので、70人中多分40人ぐらい身内なんですけど最初はそういうものかなと思うので、皆さんに見ていただいている中で、やりがいを感じているので、これからも頑張っていくので応援よろしくお願いします。で、この期間の人気動画っていうのがありまして、YouTube ここ過去28日間っていうのがデフォルトの、期間になってるんですけども、その期間に人気の動画っていうのが、ここのランキング形式で出ています。で、僕の場合だと一番最初の1本目の動画ですね、二の国の動画なんですけど、こちらが視聴回数が343回っていうところで、一番トップの数字になってます。ただここで見ていただきたいのが、この平均視聴時間ですね、343回回ってるのに30分の動画で2分42秒、 8.5% しか再生されてないんですよ。で、これって正直めちゃくちゃ低くて、で、 YouTube ってよくおすすめ動画に上がってくると思うんですけど、おすすめ動画に上がるための、その指標として、この平均視聴時間が高い動画っていうのがおすすめに上がりやすいんですね。なので、どれだけ視聴回数が高くても、この平均視聴時間っていうのが伸びないと、なかなか動画が伸びるっていうのは難しいっていうのが YouTube になっております。あとはこんな形で、いろいろとその動画、配信してる、投稿してるんですけども、それの状況っていうのもトップ10で見ることができます。
で、まあ、ただこの1本目の動画、まあ、言い訳させていただくとやっぱりその1本目の動画って皆さんどんな動画なんだろうということで最初皆さんこうクリックはすると思うんですね。でなんか第一声聞いてみてとか、あこんな感じの動画ねっつってすぐ離脱される方が多いので、まあこの平均視聴時間っていうのは結構短めになるんじゃないかなと思います。ではですね、あとはここにリーチっていうのがありまして、でこれがインプレッション数とインプレッションのクリック率、視聴回数、ユニーク視聴者数という形になってます。でこれが何かっていうのを一つずつ解説していきたいなと思います。でこのインプレッション数がまず何かっていうと、今ここに映っているこの画面ですね、画面内に動画が表示された回数をインプレッション数と言います。なので僕がこれまで投稿した30本以上の動画が、まあ、皆さんの YouTube のところで9219回表示されたっていう形になってます。でここからのインプレッションのクリック率、要はこの画面に出てきた動画をクリックしていただいたパーセンテージになってます。でこれが 5.2% ってなってるんですけど、よいしょ、今ここにちょうど書いてありますね、インプレッション数からクリック、まあ、視聴回数してくれたのは478回で、そこからのインプレッションからの総再生時間ですね。なので、ここのパーセンテージの目安というと、基本的には 5% と見ていただいていいと思います。なのでこの 5% を超えていれば、まあ、一般的にはクリック率が高い、 5% を下回っていると低いっていう物差しになってます。あとはここにトラフィックソースの種類なんかもあるんですけど、まあ、これは要はどういったあの経路で動画までたどり着いたのかっていうのがこのトラフィックソースになってます。で僕の場合はチャンネルページと外部っていうのがすごく多いです。でこれはなぜかというと、まあ、僕ツイッターやってるんですけど、そのツイッターに動画投稿をすると、毎回こうツイートをしているので、そこから飛んできてくださる方が多いので、このチャンネルページだったり外部からの指標が多くなってます。でこのブラウジング機能は何かっていうと、この YouTube、まあ、皆さんチャンネル登録して自分が見た、YouTuber の方の動画って新しい動画が上がってくるとすぐトップに表示されると思うんですけど、それをブラウジング機能と言います。なので、まあ、結構リピーターの方向けのこの機能ですね。あとは実際に検索していただいたりとか、関連動画から上がってきたりだったりとかっていうのがこのトラフィックソースになってます。なので、まあ、僕としてはこの YouTube によっておすすめされたコンテンツが 9.2% っていうのを、まあ、どれだけ上げれるかっていうのが僕の全体の動画の視聴回数につながるんじゃないかなと思ってます。でじゃあ YouTube で動画をバズらせるって何が大事なんだろうっていうところのお話を軽くさせていただければと思うんですけど、結論言うと、やはり動画を再生されてどれだけ長い時間その動画を再生してくれたかっていうところが結論になります。まあ、先ほど申し上げたように平均視聴時間っていうのが大事になっているので、この平均視聴時間をキープするためにはどうすればいいのかっていうところに頭を使うのが一番のそのバズる動画っていうところのポイントになるかなと思います。でこういう話をすると、でもインプレッションのクリック率を上げる方が大事なんじゃないのっていう話があるんですけど、結構このクリック率っていうのは、何ですかね、ある程度頭打ちが見えるんですね。だいたい 5% から 10% ぐらいの間に収束しがちなので、ここのパーセンテージを上げるよりも、まあ、純粋にインプレッション数を増やす方が、まあ、結果的に動画は伸びますよっていう形になってます。あとはこちらのエンゲージメントですね。こちらが今総再生時間が 81.6 時間で、平均視聴時間が 4.114分11秒になってます。4000時間って途方もない数字だなと思いながら頑張ってます。あとはここの視聴者の部分ですね、まあ、実際に皆さんに見ていただいたところになるんですけど、なんと今ユニーク視聴者数が380で、このユニークは何かっていうと、例えば A さんという方が、5つの動画を視聴しても A さんは1人なので、ここのユニーク視聴者数は1人になります。なので純粋に380人の方が、僕の YouTube の動画を、まあ、何かしらはクリックして視聴してくれたっていう結果になってます。いやー、ここすごくやりがいですよね。やはりそこからのチャンネル登録者数の推移みたいなところも、まあ、非常に大事かなと思うんですけど、まあ、まずはどれだけの皆さんの目に僕の動画が触れたのか、興味持っていただけたのかっていうのがすごく僕としては嬉しいなと思ってます。まあ、やはりここの初っ端なところは102人とかあるんですけど、まあ、ユニークはこう何ですかね、
ある程度の数は推移してるので、まあ、ここの人たちをどれだけチャンネル登録していただいて、まあ、より動画見てくれるのかっていうところに、まあ、導けるように頑張りたいなっていうところですね。あとはここですね、まあ、ちょっとここに視聴者が YouTube でアクセスする時間帯であったりとか、このチャンネルの視聴者が見ている他のチャンネルだったりとか、まあ、いろいろあるんですけど、ここ何かちょっとまだ僕レポート表示に必要な視聴者データが不足してるみたいなので、ここはまたおいおいお話できればなと思います。あとはこれよく皆さん聞きません？なんかチャンネル YouTuber の方が、僕の動画でチャンネル登録してない人って結構いるんですよみたいなことをたまに言うと思うんですけど、今の僕の実情は、まあ、約本当に半々くらいなんですけど、やはりこの 42.2% の方々はやっぱりチャンネル登録がまだの方が多いっていうのが今の現状になってます。まあ、こういったところを見れるのもすごく楽しいですよね。あとは年齢と性別とか、まあ、女性が多いのか男性が多いのか、何歳ぐらいの方が見てるのかとか、そういったものも今後の僕のゲーム実況、じゃあどんなコンテンツ出したらいいんだろうとかっていうところで考えるための、まあ、PDCA に非常に大事なところになるかなと思うので、早くこの辺のレポート出てほしいなっていうところになってます。あとはこのチャンネル登録者ですね、まあ、ここはまあユニーク視聴者数のところと見てる指標は同じみたいですね。まあ、ユニークとチャンネル登録で、このアナリティクスを見ることができるっていう形になってます。で、今は僕のコンテンツなんですけど、あ、1人増えてる、嬉しい。さっき1人だったんです、1回だったんですけど、2回で増えてますね。まあ、こんな感じで、動画をいろいろと投稿してます。今は二の国とロストジャッジメントですね。で、ここの部分で、まあ、どんどんこの視聴回数が増えていくのが、大事だなと思うんですけど、まあ、面白いのがシャープ19よりもシャープ20の方が視聴回数が多かったりとか、要は順番通りに見てるとは限れないわけで、まあ、たまたまこのシャープ20だけ見てくれる人が多かったみたいなのもあるんですけど、じゃあ何が原因なんだろうと考えた時に、この動画のアナリティクスを見に行くと、よいしょ、このリーチのインプレッションのクリック率が非常に高いんですね。でこれはどうしてかっていうと、まあ、このサムネイル画像ですね、まあ、僕これすごく自信があるサムネイル画像になるので、よかったら皆さんもシャープ20見ていただけたらなと思うんですけど、やはり同じ二の国の動画を配信してる方がしがちなサムネイルじゃないものをどれだけ提供するかによって、あれこのシーンなんだっけっていうことで皆さんがクリックしてくれてるんじゃないかなと思ってます。なのでこういったこだわりっていうところを次回に生かすっていうのが、まあ、非常に大事なんじゃないかなと思ってますっていうところで、今週はちょっとこの辺りにしておきたいなと思うんですけど、まあ、今後もですね、先週と比べてどれだけチャンネル登録者が増えたのかだったりとか、総再生時間がどれだけ増えたのかだったりとか、そういったものを皆さんにお届けしながら、まるで一緒にYouTube ゲーム実況を、やってるかのような、楽しみ方が、皆さんにお届けできればなと思うので、よかったらですね、チャンネル登録と何か動画見て高評価とか押してくださったら嬉しいです。はい、ということで、初回すごく説明だったので堅苦しいんですけど、いつもはもうちょっとね、おちゃらけたふざけた人間なので、皆さん引き続きタツーヤゲームズをよろしくお願いします。ではありがとうございました。失礼します。